ジャパネット、ジャパネット。ということで、今日もジャパネットの最新カタログがポストの中に入ってました。私ね、大好きなんですよ。ジャパネットのその商品買うのも、テレビ CM もカタログ見るのも。ワクワクしますよね。でも今日ね、お知らせしたいのはちょっと事情が違うんですよ。ジャパネットの製品っていうのは、エアコンでも洗濯機でも掃除機でもね、テレビでも何でもそうですけども、ほとんどが中国産なんですよ。で、おそらくその中国の武漢で作られてます。おそらくですよ。でもこうやって最新号が届くってことは、どういうことなのかってことなんですよ。武漢からのルートが今でも続いてると見るのか、それとも武漢での工場が再開されたというね、情報をつかんで、もう流通が確保されたからカタログ出せってなったのか、それとも商品はもう作られていて、日本のどこかの倉庫にストックされていて、もう今回のカタログ分は全然出荷できますよって状態なのかなっていうことで出されたのかなと思うんですよね。うん。で、こっからね、だからどう受け取るかなんですよ。普段の方は単なるジャパネットのカタログがポストインされていた。なんだこれ、今こんな時期に商品買えるかみたいな感じで捨てるかもしれません。中には買い替えようかなと思って買う人もいるかもしれません。でも、なんでこの時期にカタログが届けることができるのかなと。これだけの商品を確保できたのか、ジャパネットすげえなーっていう風に感じる人はあまりいないと思うんですよ。私はすげえなと思いました。これ届いた瞬間、さすがにジャパネット商品集めらんないだろうと思ったんですけど、あるんですね。これはすごいですね。すごいって感じることができましたか、あなたは。以上です。